こんにちは。カナダ在政ネマタツです。FDA 裁判、勝訴。接種義務、最高裁、高等弁論、衝撃のリベラル判事ということで話をしていきたいと思います。はい、えー、今日なんですが、2つの裁判に関する話題取り上げていきたいと思います。1つ目、FDA に対することですね。昨年8月、ファイザー社製ワクチン正式認可降りたよっていうことになってるんですけれども、えー、その時までに使用された資料を全部出せという裁判がずっと続いてたんですね。で、その判決命令がようやくおとつい出ました。原告の勝訴ということで、 もともと FDA は約75年かけて公開させていただきたいと思っておりますっていうわけわからんことを言ったんですよね。ただこれに関しては裁判所から NG が出ました。政府の透明性の重要性があるっていうことを強調されて、え知、ー、りけたんですね。っていうことで、えこれからまず今月末までに12000ページ以上 FDA は情報を出します。その後は毎月、本来だったら500ページって言ったんですけど、55000万 5, ページずつっていうことになりました。 ま、なので、これから約8ヶ月かけて、すべての公開が出揃うと、すべての情報が出揃うということになりまして、まあ、今年の9月、10月ぐらいのところで、まあ、ようやく全貌が見えてくるっていうところになるわけですね。で、一応、これ、事実上のっていうふうにしといたんですけれども、なんでそうしたかって言ったら、原告が求めてたのは3月3日までに全部出せだったんですね。ただ、これに関しては完全にね、原告の訴えが認められたわけではなかったので、一応、事実上のっていうのをつけておきました。 はい。えー、でですね、あの、今回の話、ブログの方にも一応書いておいたんですが、それで思い出した。えっと、ブログの方に、あの、ジョージア州のね、選挙絡みの話が今かなり盛り上がってきてますよっていう話書いておいたので、よかったら気になる方は後でご,らご覧ください。概要欄にリンク貼ってあります。はい。で、えー、っと、話戻して、ブログの方にも昨日書いておいたんですが、この FDA に対する裁判の判決出たけれども、まだおしまいじゃないようなんですね。判決文の一番最後のところに、ちっちゃくね、その注意書きみたいなところで、 この裁判まだ終わりじゃなくて、まだ裁判所が介入する余地は残されてますよ、みたいなね、そういうようなニュアンスのことが書かれていたので、もしかしたらまだね、一問着あるかもしれないというところにあるわけなんですね。はい。まあ、とはいえ、FDA が素直に、えー、情報をどんどん出していってくれればもう全く問題ないので、それをがね、起きればいいなっていうふうに思っています。はい。で、えっ、ー、とーね、 判決文読んだ人気づいたと思いますが、判決文の一番下のところにね、その裁判所の感想文みたいなもの書かれてたんですよね。それがこれなんですけれども、あの、驚いたことに、FDA は裁判に代表をよこさなかったっていうふうにね、書かれてまして、えー、これね、ちょっと前の動画で皆さんに紹介しましたが、FDA って裁判に来なかったんですよね。 で、まあ、それに関してはさすがに裁判所もびっくりしたんでしょうね。わざわざ判決文に書くぐらいですから、えー、相当びっくりだったんだと思います。はい。まあ、これは横に置いといて、とりあえず裁判勝ってよかったねというようなお話でした。これがまず一つ目の話です。で、二つ目が、えー、昨日です。連邦最高裁判所でバイデン政権の接種義務に関する合憲合法性争う二つの裁判の口頭弁論が同時に実施されました。 で、えっ、ー、と、合わせて3時間半を超えるぐらいから40分ぐらいの長い長丁場だったんですけれども、そもそも昨日金曜日なんですね。連邦最高裁って毎日口頭弁論やってるわけじゃなくて、えー、月か水ってまず曜日が決まってるんですよ。で、さらに毎週やってるわけじゃなくて、少ない時で月に4回。で、多いと7回、8回ぐらいあるぐらいなんですね。 でそんな中、昨日金曜日にわざわざ緊急で行われたっていうところを見ても、まあ、今回の裁判の重要度っていうところがわかるかなというふうに思います。はい。えっ、ー、と、対象はバイデン政権。あともう一個は、えー、OSHA、労働安全衛生庁ですね。ざっくり言って、医療従事者への接種義務付けに関する裁判。もう一個は、えー、バイデン政権のその大統領令に基づく大企業、100人以上の 規模の企業,、えー、企業に関しては接種義務付けをしますよっていうそういうものに関する裁判でした。 90人ぐらいと100人の何が違うんだろうかって思っちゃうんですけど、まあ、これはね、横に置いといた方がいいですかね。はい。で、えっと、今回のこの裁判に関しては、27州の司法長官が介入してくるっていうね、そういう大騒動になっていたっていうことも、えー、わざわざ金曜日に開いたっていうところに繋がってきてるのかなっていうふうに思います。まだ判決は出ていません。で、えっと、連邦最高裁には過去4回にわたって緊急差し止めを求める提訴ってされてきたんですね。ただ全部却下されてきました。 インディアナ州の学生が求めたやつ、ニューヨーク州の小学校の公立教師が求めていた緊急差し止め、メイン州の医療従事者、ニューヨーク州の医療従事者、それぞれが起こした裁判全部却下されてました。却下っていうのはもう、口頭弁論すらやらない。もう門前払いっていうやつですね。話を聞く必要はないっていうふうに判断されて、却下されてしまっていました。 じゃあ今回なんで聞いてもらえたのかって言ったらちょっと話長くなるのですごく簡単に言うと、えっ、ー、と今回求め、今回の裁判って緊急差し止めを求めるものではないんですね。はいっていう、なんか若干裁判の、ね、性質が違うっていうところで、えー、今回裁判が取り上げられています。はい。で、えー、今回の、ね、その口頭弁論約3時間超にわたるものから分かってきたのが、悲しいことにね、最高裁判人が明らかに準備不足だったっていうところ。 がまず分かったんですね。で、あとは根本的にその保守系判事、リベラル系判事で、え、視点思考が全く違うんだなっていうところが分かったんですね。まず最初にこの視点思考の話からいきたいと思うんですが、え、今回の裁判の焦点って何かって言ったら、その大統領令出しましたよとか、大統領令に従って連邦政府機関、今回だったら OSHA が義務付けを発表したわけなんですが、そもそもそういう権限を有しているのかどうか 要は行政府っていうのは立法府の作った法律に基づいて政策を進めていくわけなんですよね。じゃあこの大統領令なりあとは連邦政府機関なりがその義務付けを課すような根拠になるような法律があったのかどうかっていうところがポイントになっていたわけなんですよ。決して科学的に打つことに効果があるんだないんだっていうところが争われているわけではないんですね。 なので、科学的にどうのこうのっていう話は正直どうでもよくて、そうじゃなくて、そもそも義務付けをすること自体ができるのかできないのか、そこがポイントだったんですよ。なんですけれども、えー、リベラル判事サントリオですね、えっ、ー、と、おじいちゃんブレイヤーさんと、えー、あとはソトマイヤー、そしてケイガン、この3人に関しては、あの、科学的な方に行っちゃったんですね。効果があるんだ。唯一の解決策なんだ。っていうことで、その行政府の権限範囲、 に関するところには、まあ、全然関心を示さなかったんですね。でもこれはもともと言われていることではあるんですが、改めて分かったのが、政府権限が無制限であっても良いという考えが見えてくるし、実際、外マイヤー判事に関しては似たような発言をしているっていうところもあるわけなんですね。はい。まあ、なんで、まずはこの根本的な視点、思考の違いがあるなっていうところが見えてきたわけなんですね。 で、もう一回言いますが、今回の話ってその科学的に効果があるない問題はそれどっちでも良くないっていう話だったんですけれども、リベラル系判事はそっちに話が行ってたわけなんですね。じゃあ、しっかり準備がされていて、ここ最近いろいろさ、いろいろその、あの、研究出てきてるじゃないですか。で、多分いろんなものを皆さん目にしてると思うんですが、それと合ってるかどうか、古すぎる話してないかどうかっていうところも考えていくと、リベラル判事ね、ちょっとひどすぎたんですね。 もういろんなところで皆さん見たかもしれませんが、今結構ね、この3通りを、ね、今炎上してるんですよね。はい。えっ、ー、と、順番に軽めの発言からいきたいと思うんですが、まずはケイガンハンジからですね、えー、接種すれば絶対に誰にも移さないということをまず言い始めたりとか、えっ、ー、と、接種をしてさらにマスクでをすれば、もう完全に抑えられることは確定していることじゃないかということで、えっ、ー、と、もう世界を見てみろっていう話なんですよね。はい。まずこんな話がケイガンハンジから出てきました。 で、続いて、えっ、ー、と、若干うちのおじいちゃんに似てるような感じがしてね、筋近感が湧いてるんですが、えー、ブレイヤー判事ですね、えー、義務付けをすれば100%の感染予防があるんだから、もうこれで解決じゃないかとか、えー、今病院は非接触者で溢れかってるってこ,とこれ最近よく否定されてる話ですよね。で、さらに、えー、昨日7億5000万人の感染がアメリカで出ましたっていうことを言い始めて、あの、アメリカの総人口って大体3億3000万、4000万、5000万ぐらいなんですね。えー、一夜にして、 一人二回以上になっちゃったっていうね、そういうわけわかんないことを言い始めたわけなんですね。まあ、これに関しては後ほど撤回はしたようなんですが、えー、なんか若干ね、この数字に弱いところって、どっかの大統領と似たような匂いがするのは気のせいかなって思っちゃいましたね。はい。で、ちなみにちょっと脱線話をするとですね、えー、ブレイヤー判事なんですが、今ね、この人リベラル判事の重鎮なわけなんですよ。なので、本来だったら左派からその重宝されるべき人間のはずなんですね。でも、今ね、結構叩かれてるんですよ。 っていうのも、えー、ギンズバーグ判事って皆さん覚えてますかえー、一応ね、リベラル派で、まあ中道派っていうふうに言われていたんですけれども、えー、あの方って、オバマ政権時に、その、まあ、ご病気患ってることが発覚していたと。で、その時に、引退しろっていうふうに結構言われてたようなんですね。まあ、それは、あの、拒否して、で、結局、オバマ、えっ、ー、と、オバマ政権終わってトランプ政権下で亡くなったわけなんですよ。で、そうなった結果、何が起こったかって言ったら、 トランプ政権下で、バレえー、エイミーコーニーバレット判事が、えー、指名されて、で、誕生したことになったわけなんですよね。つまり、左派から言わせると、おい、ブレイヤー、お前、今このタイミング、バイデンが大統領をやってるうちに辞めないと、また同じことが起きるぞと。2025年以降に、えー、また共和党の大統領が誕生したときに、その時に亡くなってしまうと、また保守系が増えるじゃないかと。 だから、そんなことさせないためにも早くやめろ、みたいなことを今言われてるわけなんですね。はい。えー、っていう感じで、左派にも叩かれてて、で、今回ね、まあ、右派っていうか、まあ、全体的にいろんな人に、えー、いろんなめちゃくちゃなことを言ってるものが叩かれてるっていうところがあるっていうね。そういうちょっとね、あの、悲しいおじいちゃん状態でございます。はい。 で、まあ話は元に戻しまして、えー、こんな風にですね、その科学的な話を持ち込むかなと思いきや、えー、いつの時代の話をしてるんだね、みたいなことを入れてきちゃってるわけなんですね。で、一番ひどかったのが外外外や判事ですね。えー、まず未接種者で医療逼迫発生中っていうのは、これはもう定型文ですね。はい。で、えー、政府機関は規制権限を持つっていうことで、まあこれ要は、その、 法律的なものとかがなくても、まあ、必要とあればやればいいじゃんみたいなそんなニュアンスの発言だったようなんですね。うん、なので、その無,無制限に政府は動けばいいんじゃないかみたいな考えを持ってる人なんですよ。まあ、かなり怖い発言ですよね。 で、これが今一番炎上してる発言ですね。えー、10万人の子供が ICU で治療を受けていて人工呼吸器とつ取り付けられてるんだっていう話になってるんですが、これさすがにね、サハメディアからもファクトチェック入ってましたね。えー、保健福祉庁の発表では3342人だそうです。はい。えっ、ー、と、何倍これ ?30 倍以上ですか <laughs> はい。の数字を、あの、これが事実ですみたいな感じで言っちゃってるんですよ。 はい。で、あとはですね、死者数は昨日の時点でも過去最高、その1日での数字が過去最高を記録してるっていう、もう根も葉もないことを言い始めたわけなんですね。はい。っていうふうに、<laughs> めちゃくちゃなこと言うもんだから、外前や判事の情報源って、多分 CNN とさき報道官の会見じゃねえかっていう、まあ多分冗談なんですけれども、真実のようなことが今飛び交っています。はい。で、ここで何言いたいかって言ったら、その、 数百万人、数千万人単位が今回の判決によって影響を受けるわけなんですよね。で、その裁判に対して最高裁の判事が全く準備ができてないっていうことが分かったわけなんですよね。この辺って、この数字見れば一撃でわかるじゃないですか。 それを、まあ言うなら感覚的なもので言っちゃってるわけなんですよ。これすごく怖いなっていうふうに個人的には思ったんですが、まあでも、まあ人間なので仕方ないところあるのかもしれませんが、それにしたって、まあ今回の話は、この最高裁判事だけじゃなくて、その元に、えー、っと、何て言うのね、秘書のような形でついている補、補助としてついているクラークって呼ばれるね、立場の人たちがいるんですが、その人たちがしっかり前調べできてないっていうところも明らかになってきたわけなんですよね。 まあこの辺りがすごく怖いなというふうに思いました。はい。で、ちなみに、特にこの外マイヤー判事の話もそうだったんですが、えっと、MSNBC っていう、まあ、ゴリゴリの左派メディア、筆頭角の左派メディアが、今回のこのケースに関しては、すごく複雑なものだと。その、MSNBC としては、接種義務付けは残してほしいと。ただし、えー、今回のこの接種義務付けが、えー オッケーになってしまうと、それはそれで怖いことになるとっていうのも、政府がむ。その無制限な権限を持つことになってしまうことに繋がりかねないって msnbc でさえ、今回の裁判って警鐘を鳴らしてるぐらいだったんですね。で、それに関して外前屋さんは、えー、それでオッケーだよ。みたいなことを言ってるもんだから、まあ、怖いなっていうところが改めてこの口頭弁論から見えてきました。はい。 ということで、えっと、今回ですね、リベラルサントリオがすごいこといろいろ言っていたわけなんですけれども、えー、判決はまだ出ていません。早ければおそらく来週月曜日、えー、遅くとも再来週月曜ぐらいには出るんじゃないのかなというふうに見られています。はい。えー、ということで、あの、これね、どうなるかって結構ね、この後の世界の動きにもつながってくると思いますから、えー、注目しておきたいと思います。ちなみにカナダは今、接種義務付けを全国民にしようかみたいなわけわからんことを言い始めていて、すごく怖いなというふうに思っております。はい。ということで、今回の動画は以上にしたいと思います。えー、最後はですね、あの 昨日嫁いとね、あの段ボール捨てれません話をしましたが、これがね、今僕の新たに増えた捨てれない段ボールですね。はい。えっと、第1号がこのちっちゃいやつ、第2号がこの大きめのやつ、第3号がた縦長のやつですね。はい。もうこんな顔でさ、寝られたら、捨てれないじゃないですか。<laughs> ね。で、しかもこの後にね、えー、ちょっとここで寝るの飽きたらこっちに移動してて、その後こっち移動しててみたいな感じで、えー、ね、全部気に入ってるもんですから、 捨てれなくて困っております。は <laughs> い、えー。えということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。